アメリカと中国が外交や経済問題を話し合う戦略経済対話がワシントンで始まり、中国による大規模な埋め立てで緊張が高まる南シナ海問題で応酬がありました。中継です。はい、まずバイデン副大統領が中国の大規模埋め立てを念頭に力による脅しは認められないと強く牽制しました。Nations that discard diplomacy and use coercion and intimidation to settle disputes or turn a blind eye to aggression of others only invite instability and undermine collaborative goals of the international community. 中国坚定地维护世界各地的航行自由。楊潔チ国務委員が航行の自由の支持を訴えたのは、今行っている埋め立て活動はあくまで主権の範囲内で問題はないとアピールする狙いがあります。アメリカ側は今回中国を責任ある競争相手と呼び、国際社会のルールを守るよう促しました。ただ中国側はお互いが核心的利益を尊重すべきと強調し、受け入れる気配は見せていません。また中国側は今回何度も新たな大国関係の構築と繰り返しました。今回会議を通じてアメリカに迫る大国のイメージをさらに打ち出そうとしています。